はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、グランドキリンのまた新しいのが出まして、ギャラクシーホップというね、これはローソン限定かな、ローソンに売ってました。原材料が麦芽と大麦麦芽と小麦麦芽とホップ、アルコール度数が 45% ちゃうわ、 4.5% ですね。はい、パッションフルーツを思わせる希少なギャラクシーホップを使用し、銀河系に輝く溢れんばかりの星々のように華やかな香りを実現しました。限定醸造となってます。また出たかと。グランドキリン。懲りないね。懲りないね、グランドキリンも。値段が確かこれ250円ぐらいじゃなかった。毎回思うんだけど、グランドキリン大した美味しくねえくせに、高いんだよな。まあ俺、ローソンのね、ローソンの、クレジットカード使ってるんですけど、それでポイントが貯まるんで、ローソンポイントみたいなのが貯まるんですけど、それでね、何ポイントだっけな ?70 ポイントぐらいでね、交換、これと引き換え。これがいわゆる70円で買えたっていう。すごいでしょ。これ結構すごいと思うんだけど。70円で買った。計算。引き換え、ローソンのポンタポイントっていう、ポンタカードっていうやつのクレジットなんですけど。ポンタで、引き換えで、ググるとですね、お試し引き換え券っていうのがあって、これ何だったっけな、俺。いくらでこれ買ったんだ。まあ、とにかくむちゃくちゃ安く買えるっていう話です。むちゃくちゃ安いんですよ、これ。だから俺、わざわざポンタカードは、クレジットカード、あれしたんですよ。契約したんですよ。ポイントが110ポイントで、税込み255円らしいです、これ。うん。だから、1ポイント100円でつくんですけど、だからまあ、110円で、255円のやつを買ったっていうことは結構得。結構得じゃない？うん。まあいいや。まあその他にも結構得なのがある。乾杯。暑いな、今日も 31.4 度、暑い。これはね、甘くないかな、甘くないっていうか、ビールで前飲んだボクビール、君ビールだっけ、あれもそうだったけど、うん。僕ビール、君ビールとかにあった、柑橘系の系列なんですけど、こっちは、柑橘系の甘さが香りがないね。柑橘系なんだけど、なんかドライな柑橘。あっちはフルーティーだったんだよ。僕ビール、君ビールは割とフルーティーな香りが、柑橘系の香りだったんだけど。こっちは結構ドライ。これドライです。うん。ドライ。で、コクはほぼないですね。なんかこれ、あれみたいだ。ピルスナくせえ。なんか、すっごいキレがいい。コクがなくてキレがいいんで、なんか。香りはいいんだけど、
コクがないですね。うん。コクがない。コクがない、なんか、大体ほら、キリンのグランドキリンってなんかコクが深いとかなんとかあるんですけど、ないっすよね。これないです。全然コクがない。なんか、夏向けの、さっぱりした味わいですね。こちらは7月の14日から期間限定で、全国のコンビニエンスストア。あ、じゃあローソンじゃなくても売ってるみたいですね。夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな香るグランドキリンを商品コンセプトに、醸造家が個性あふれるビールを目指して開発しました。まあ、まあ分からなくもないですね。確かに、さっぱりしてる。どうでもいいんだけど、口の中の舌のさ、裏側にさ、口内炎ができてさ、痛いんだけど、くそ。くそー。たまーに口内炎ってベロにできることがあるんですけど、ベロのつぶつぶの、イボイボの、じゃないですか、その下のね、舌苔っていうところのね、あれがなんかちょっと肥大化するような感じの、が、たまーにあるんですけど、俺ああいう時は、もうそのイボイボの一つにできるんで、そのイボ自体を、ハサミかなんかで、切断すると、その先が、口内炎みたいな感じになって痛いんですけど、それを切断すると、ちょっと血は出るんですけど、痛くなくなるんで、俺結構それやってる。強制的に切断して舌を切って治すという、すごい。まあ、そんなに血は出ないんですけどね。言うて。舌を切ったら、まあ、危ないんでね。まあ、俺の場合、爪切りとかで切ったりするんだけど。たまにハサミでも切るんだけど、ハサミだと、鼻毛切るハサミみたいなちっちゃいハサミでピッて切る。切ったりもします。で、これはね、微妙に苦い。うん。でも、舌に残る苦味じゃないんで、すぐ消えるんで。まあ別に、まあ苦くか苦いくないかっていうと苦いかな。うん。なんか、キリンのサイトにもあるんですけど、苦味とコクっていうのの、ポイントみたいなのがついてるんですけど、若干苦味が強めで、コクは普通みたいですね。まあでも、これが255円って高すぎねえか。さすがに。さすがに高すぎねえか。無駄にこのさ、瓶が高えんだって、瓶が絶対。しかもこれワンウェイ瓶だからさ。
5円キャッシュバックできないんです。結局、環境にも優しくないんじゃないの？これ一回使ったら捨てなきゃいけないわけでしょ。ビールの大瓶とかさ、小瓶とか、普通の瓶のやつはさ、リターナブル瓶って言って、何度も再利用されるんですけど。なんかそういう意味でもなんか、よろしくないな。まあ、結局見た目とか、多分これ自体このまま飲むように多分作られてる。この瓶が、ね、わざわざこれを注いでこうやって飲む人は多分あんまいない。まあ俺はなるべく注いでこう色を見せるようにしてるんです。まあグランドキリンシリーズは基本的にあれだな。外れだな。だって255円だよ。しかも 330ml だよ。高えよ。だって 330ml だよ。20ml 少ないんだよ。で、255円だよ。255円？エビスビールがお前350の缶のやつでエビスビールで、あれ200円ぐらいだろ。190円ぐらいか、エビス。エビス190円か200円ぐらいだよな。高えよ。それよか55円も高えとかお前。しかも容量少ねえとか、それでこの味とか。エビス以下なんですけど。なんか、気象がどうのこの言うけどさ、このシリーズさ、まあ、売れてんのか知らないんだけど、なんか、希少なホップを使いました、ちんやかんじのさ、うんちゃかみたいに言うけどさ、みんなさ、飲む人なんてさ、みんなビールのさ、マニアじゃねえんだからさ、みんなわかるわけねえんだよ。俺だってわかるわけないもん、こんなに。こんな。あ、そうですかって。ギャラクシーホップを使用しました、みたいな。希少な、ギャラクシーホップをしました、使いました、とか言われてもさ。まあ、普通のなんか、エールビールの、なんか、まあ、確かに香りが、っていうか味がね、結構柑橘系だから、だいたいエールだなってわかるんだけど、まあ、普通のさ、ピルスナーとは違うなっていうのはわかるけども。でもエールにしてはちょっとこれコクがなさすぎるんだよな。インディアペールエールだって。このビールスタイル。このビールのビールスタイルは、インディアペールエール。だいたい、ペールエールですね。簡単に言うとね、ペールエールって大体ね、コクがあって、しかも柑橘系の味がするっていうのが特徴だと思います。今まで飲んできた結果。大体そうだね。大体ペールエールって、てかエール系？エール系？なんちゃらエールとか。これインディアペールエールだからインドの、インドでできたスタイルなの。あ、そうだ、そうだ。あとローソンで最初言いましたけど、ローソンの、ポイントポンタポイントみたいなのがあって、それ使ってね、本当はもう一品買う予定だったんですけど、酒ね。酒を買う予定だったんだけど、確か、氷結のね、なんか、パウチパックのやつ。
があって、なんか新発売っぽい。あれ？どこだ？なんていうの？こうやって握れるやつ。握れて、あ、ウィザーインゼリーみたいな感じのやつ。の、なんか、氷結の、チューハイの氷結のね、やつがあったんで、ポチって、ロッピー端末にそれやって、で、ピーってなんか紙が出てくるんですけど、それ取って、で、引き換えみたいな感じにするんですけど、それがねえの。これはあったんだけど、ええー、って。ねえじゃん。で、店にないので、30分したら、ポイント戻るんで、みたいなこと言われて、はぁーと思って。ねえんじゃ意味ねえだろって。おかしくね。うん、まあね。うん。ないんかいって。引き換え券はあるのにさ、商品がないってどういうこっちゃねって。いう話ですよ。まあでもいろいろ。うん。だいたいその、1ポイントで2円分の、普通さ、セブンイレブンのさ、7個カードとかもさ、あるけど、あれ、だいたい1ポイント1円なんですよ。100円で1円ついて、1ポイント1円で使えるんですけど、これだと、商品引き換えだと、1ポイント、下手したら3円ぐらいで使えるんで、うまいんですよ。商品に引き換えるわけですけど。でね、結構ね、いろいろあるんだ。まあ、ロッピー端末で、操作してやるんですけど、うん。まあ、引き換え券だけじゃなくて、値引き券とかもあるんです。これ、なかなかいいと思う。これ結構、なんだ。新しい、新商品とかを、結構買うタイプなんで、なかなか、いいはいい。ただ期間限定だからね。何日から何日までしか、引き換えできなかったり。あと先着が、先着1000個とか、何個とか、1万個とか。あ、先着1万個か。とかなんで、まあ、まあでもこれは、セブンイレブンよくはお得だと思う。まあ俺基本的にすべてクレジットカードを使ってやってるから、結構溜まるんだ。クレジットカードもさ、だいたいさ、100円で1ポイントしか溜まんないじゃん。クレジットカードポイントも。うん。だけど、まあローソンだとその1ポイント、で、2円分買えるから、お得であるんだよね。結構いろいろあるな、なんか。まだ見たことないやつとかあるな。食ってみたいやつ結構あるな。新商品が結構あるけど、その店に実際置いてあるかどうかは不明なんだよ。微妙なんだよな。不明だよな。アサヒビールのウィルキンソンのトニックプラスウォッカーって以前飲みましたけど、あれのジンジャーエールプラスウォッカーってのも出るっぽいな。これも今度買ったら、あったら飲んでみよう。結構いろいろ俺の、なんか、飲んでみたいようなのがあるな。カラムーチョ濃いの。
カラムーチョの辛さ3倍は美味しかったです。サントリー、ジムビーム、シトラスハイボール、グレープフルーツだって。へぇ、こんなんあるんだ。発見開始日が7月の28日だから、まだ多分、発売されてねえな。うん。結構お酒のやつもあるし。うん。まあまあまあ。発見して、その、こうビーってさ、紙が出てきてさ、よしよしと思ってさ、これで、買えるぞみたいな。って思って、商品を探すとないっていうパターンが腹立つよね。あれなんとかしてくんないかな。うん、なんか、こう、上げて落とすみたいなのやめてくんないかな。ちょっと嫌な気分になりますけど。ワクワク。ワクワクって言ってるのに、いきなり落とされるパターン。ローソンの社長なんとかせえよ。マッチ。ああ、違う。20日とコクはあんまりなし。なし。に近い。甘みもなし。ん？いや、うん。香りはまあこんなもんでいいと。これはおすすめは、まあ普通でいいんじゃねえの。2243です。ご視聴ありがとうございました。